皆さんコンタクトレンズは量販店とかインターネットで買われていて日用品というイメージがありませんかでも実は医療機器の中でも心臓のペースメーカーとか腎臓透析とか同じような高度管理医療機器に分類されております。ですので正しく使わないと大変なことにということでカラーコンタクトレンズで 角膜に傷が生じることもあります例えば一部のカラーコンタクトレンズは金属系の色素が付着しておりますそうしますとこれが擦れることにより角膜に傷がついて激しい痛みが生じます角膜には無数の神経が入っておりますので大変なことになってしまいます続きまして使用期限を守らないとどうなるでしょうか汚れたレンズが アレルギー反応を犯しそのまま使っていると巨大乳頭結膜炎という状態になることがありますそれがまたそのレンズを使い続けているとまた汚れを呼んで悪循環となってしまいますさらに角膜はこの空気中や涙の中から栄養を取り入れていますこの角膜から取り入れている酸素のことを酸素透過性と言います酸素透過性はですね その使用期限を守らなかったり寝てしまったということがあるとですね角膜の細胞が減少して大変なことになってしまいますコンタクトレンズは使用期限を守り正しい使い方をしてまた医療機器であるということをわきまえてコンタクトレンズの基礎について一度皆さん学んでみませんか